まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折りますこれを開いて右の角をてっぺんに向けて折ります裏返して 反対側も同じように折ります。これを上から開いて三角形に折り替えます。次にこの真ん中の筋に右側を合わせて折ります。 左側も真ん中に合わせて折ります。これを裏返して、反対側も同じように折ります。こんな感じです。次はこれを縦に半分に折ります。 折ったらこのまま開きます開くと真ん中の紙がたわむのでこのたわんだ紙をこのように斜めにつぶします次にこの部分を真ん中に向けて折ります この下の紙の部分が真ん中の筋に合うようにです。これを横にして、角を斜めに折り返します。上側も同じように折り返します。これを一旦閉じて、 この角を上から回すように半分に折ります。反対側も同じように上側から回すように半分に折ります。再び閉じます。頭をやや斜め下に向けて折ります。こんな感じです。最後に背中の出っ張りを 中に収めますこれでアリクイの完成です